ジェームズ・ワ・バークロンビー、1706年から1781年4月23日は、イギリス陸軍大将。フレンチ・インディアン戦争における北アメリカ総司令官であり、1758年のカリオンの戦いで悲惨な敗北を喫した。ジェームズ・ワ・バークロンビーは、スコットランド・バンフシャー州のグラソーの裕福な家庭に生まれた。1742年に、 少佐の階級で陸軍に入隊し、1746年には大佐、1756年には少将に昇進した。1757年のルイスバーグ要塞での戦いで旅団を指揮し、1758年3月には、第四大ラウドン伯爵ジョン・キャンベルの離任の後、北アメリカのイギリス軍総司令官となった。その夏、彼は、 タイコンデロガトリデに攻撃を仕掛けた。アバークロンビーは、組織をまとめる才能はあったが、リーダーシップに関しては、確固たるところに乏しく、配下の兵士からは、クロンビー、おばちゃんと呼ばれていた。彼は1万5000人の部隊を編成して、補給物資と共にアラノを移動するという注目すべき、成果を上げたが、7月8日にはそのうちの2千人が、死傷するに至った。 それは、大砲と3000人の兵士で守られた石造りの、砦は、1万5000人の兵士が、正面から、銃剣突撃しても落とせないということを、証明しただけだった。アバークロンビー部隊は、浮き足立ち、ジョージ湖の南にある、守備の堅固な基地まで改装した。この惨敗によってアバークロンビーは、ジェフリー・アマースト将軍に交代させられ、1759年に、 イングランドに召喚された。イングランド帰還後は、会院議員となり、アメリカ植民地への強行策を推し進めた。ありがとうございます。